突然の雨によって今日の試合は中止になりました。事故によって渋滞が起きています。事故によって渋滞が起きています。 私が言ったことによってこんなことになってしまいました。私が言ったことによってこんなことになってしまいました。台風によって学校は休校になりました。台風によって学校は休校になりました。 先生が病気になったことによって今日のクラスは休みです。先生が病気になったことによって今日のクラスは休みです。地震による津波の影響はありません。地震による津波の影響はありません。 病気による気分の落ち込みです。食べ過ぎによる不調です。食べ過ぎによる不調です。 睡眠不足による疲れだと思います。睡眠不足による疲れだと思います。休まず働いてきたことによる失敗です。休まず働いてきたことによる失敗です。